やお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 や、え、なんかすごい音がしてますけど、アクラボびっくりマフラーです。びっくりマフラー、これバルブとかないんですか？あります、モードだけです。リモコンは装着されてますね。最初ボーって今言ってるけど、もう落ち着くんじゃない？あ、そういうことですね。うん、今これどう？はい、スポーツ、うん、これ今アイドルアップで、うん、そう上がってるんですよね。逆です、石川さん。ちょっと試乗前に2ついいですか？どうぞ。まず車のコンディションめっちゃいいですね。これめっちゃいいでしょ。はあ、距離パリッとします。1万キロ、はい、はい、最高です。最高です。もう1個だけいいですか？はい、ペダルこれどうしちゃったんですか？標準です。はい、ちょっとステンのペダルカバーが欲しかったです。こんなシートついてるくせにね。これ今びっくりしちゃいました。ペダル、え、これプラスチックとゴムのこれこれは早急につけましょう。残念ポイント、はい、はい、いやでもちょっとそういう演出的なところも重要ですよね。そうだね、はい、気分がこう、そうです。まあでもその車外とかいろんなものありますから、うん、はい、これからつける楽しみがあるっていう、はい、ポジティブシンキングでいきましょう。はい、そうですね、はい、うわー、いや実はつい最近、うん、あの M2 改造車、はい、うん、ドレスアップカーをちょっと乗らせていただいたんですよ。はい、だちょっとその辺の比較も個人的にしてみたいなっていう、うん、はい、うわやっぱりいいですね、うん、いいでしょう、はい、僕ちょっと最近決めたんです。はい、買うなら BM だなって。買いまーす、す、はい、す、買いましょう。いやなんかもう自分のちょっとのこのライフスタイルとか好きなものとか、まあ、価格帯もそうなんですけど、はい、ちょっとやっぱり一番合ってるなっていう、ちょっとまだモデル何買うか決めてないんですけど。なるほど。ちょっと BM がやっぱり走って楽しいなっていう、うんうん、駆け抜けちゃうんですね。駆け抜ける喜びありますよね。はい、ありますね、やっぱり、うん、特になんかこういろいろなんかこう確認しながら乗る感じしません？ BM って。どういうことですか？例えばコーナーとかでもこうフロントのちょっと接地感とかリアのこの接地感とか、はい、はい、なんかちゃんとそれが分かるし、うん、はい、僕みたいなの乗ってもちょっと切ってこう答え返ってくるものがちょっとこうハンドルに伝わったりとか、うんうんうん、シートに伝わったりとか、うんうん、だからなんかすごく操作してる感あって楽しいんですよね、うん、だから M2 もめっちゃ楽しかったんですよ。あ、そうですか。そう、普通にブーンって曲がるだけでうわーって思って、なんかもうそれを突き詰めていくと、うん、だからマクラーレンとかじゃないけど、はい、あの辺かなっていう、うん、なるほど。で BM ってちゃんとなんか装備もちゃんとついてるし、うん、この辺の関係も使いやすいし、うん、そして M2 はなかったですけど M4 になるとブラインドとかちゃんと全部ついてるんですね。はい、オプションですけどね。あ、オプションなんですよ。はい、あとはアダプティブクルーズコントロール、この個体はついてないんですけどそれがついてる車もあったり、パッケージオプションがいろいろある。そうです。でシートヒーターもついてて、はい、はい、いいな、うん、最近ありがたいことに BM 乗せていただく機会が増えてきたって、うん、あのどういうわけかハンドルが太く感じなくなってきたんです。慣れてきた、はい、しっかりきたね。はい、うん、いや初めてっていうか、うん、あのそんなに触る機会なかった時は太いハンドルだなと思ったんですけど。はい、はい、じゃあちょっとうわ、これノーマルっすか？はい、速くないっすか？速いです。この後ろ蹴っ飛ばされてる感とアクラポやばいっすね、はい、でやっぱり BM ですよね。さすが M4 コンペティションパッケージ、パッケージじゃないですごめんなさい、はい、コンペティションだけあって、まあトラクションが今ちょい滑りながら、はい、そうなんそうなん、そう絶妙なところ、絶妙なところでどちらかっちゃう寸前で、そうグワーって後ろから蹴っ飛ばされて、そうでも慣れてくるとアクセル戻すほどでもないけどこう楽しめるみたいなね。これは最高ですね。買いますか？買います。いや M4 ちょっと買いたいっす。これがね分かると楽しいんですよ。なんすかねこれ、前ほんと4輪こうちゃんと確かめながら走る感じ、うん、
ちゃんと全部それが返ってくるんですよね、うん、シートとか振動とか音とか。今このタイミングだと、はい、最新のそのキドニーグリルがでかくなったやつ、はい、M3、M4 で一応夏秋もう間もなく4駆もデリバリーされるっていう話になってますけど、果たしてその4駆がいるのかいらないのか。あ、でもパワーアップだとかいろんなことを考えるとやっぱり今後4駆っていうのも必要なのかなとか、まあ、正常進化でしょうね多分。そうですね。僕個人的にはやっぱりこう FR で行ってほしかったなっていう気持ちもありつつ、しょうがないのかなっていう気持ちもありつつ、これはめっちゃ楽しいですよ、うん、でちゃんとこう日常使いできるものが全部残ってるんですもん。そうです、はあ、これがいいですね。いいですね、はい、いやもっとなんかこう走りに特化した車だったらいっぱいありますよ。ロータスとかマクラーレンもそうだし、はいはい、うん、けどちゃんとこう乗用車ライクで、うん、街乗りできて、うん、快適装備ついてて、うん、これだけ走りが楽しめる車って、うん、ないです。もうないよね。ないですね。まあ贅沢言えばね、当然 NA エンジンで FR って最高にいいんだけど、でもこの BM の M4、M3 のターボエンジン、直六のターボってそんなターボしてないし、なんかすごく出来がいいですよね。確かに、うん、世界初市販車ターボを取り付けたメーカーですから。そうなんです、はいはい、おマルニーターボいっちゃう買っちゃういやちょっとあの辺も興味あります。乗ってみたいですね。乗ってみたいですよね。結局ターボってなんかその制御する技術の進化らしいですよね。どういうこと？要はターボってその、うん、仕組みとしてはすごく原始的じゃないですか。そうだよね。排気ガスでそのプロペラ回して、はい、その反対側のプロペラで火球するっていう、はい、ただそれをこう、うん、そのまんまやっちゃうと止めどなく火球しちゃうし、うん、じゃあ止めた時のその圧力どこに逃がすんだとかっていう話が出てくるんで、ね、結局制御の進化らしいですよ。なるほど。排気ガス側のその圧力をその解放するものだったりとか、うんうんうん、吸気側の圧力を解放するものだったりとか、うんうんうん、そういうのの進化でどん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 こう、うん、そうだね、良くなってってる、うん、まあ、昔の話したら笑われちゃうのかもしれないですけど、昭和の時代のターボってどの車乗ってもご多分に漏れずドッカンでヒュイーンって感じですね。そうです、ヒュイーンって二次的加速で、はい、それがまたターボ乗ってんだぞみたいな、ヒュンヒュン音がうるさいほど偉いのだぞみたいなところもあったんですけど、ターボラグこそ、はい、そう最近はもう本当 NA フィーリングで、言ってみたらちょっと前のスーパーチャージャーみたいな乗りって言っても過言じゃないぐらいレスポンスいいじゃないですか。タービンのフリクションを抜いてうまく軽く回したりとか、昔では考えられない、ブースト圧がノーマルの標準値でかかってたりとか、いろんなことをコンピューターだったりとか機械的な制御だったり、確かに土が言うように相当進化してんだろうね、メーカーさん頑張って。僕はあのリアルタイムでは見てこなかったんですけど、うん、結局そのターボラグを消すためにスーパーチャージャーとセットの車とかもあったんですよね。ありましたよ、ツインチャージャー、はいはい、マーチスーパーターボとか、スーパーターボとか、はい、超かっこよかったよ、うん、だそれが今やこのターボ一つで、そう、はい、まあ、車によっては2つついてますけど、うん、そうですね、火球機一つでこれだけパワフルな、うん、ターボラグなんですかそれっていう感じで、ほんとほんと、いやこれこれですよ、これ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 、あ、いいですね、はい、分かりやすい、はい、そうなんです、分かりやすいんですよ。そう、分かりやすいですね。さっきもね、めっちゃ楽しい、ちょっと何インターバルっていうか時間空いた合間にカメラマンさんと今喋ってたんですけど、やっぱり BM っていい悪い別として分かりやすいし優等生だし、あまりこう極端に逸脱することもなく、でもこうドライバーに伝えてくれたり楽しめたりっていうのがいいよね。でも DTM チャンピオンエディションは狂ってましたよ。あれはね、あれは今まで乗った BMW という車の中で一番硬かったし、あれちょっと怖いなと思ったっすもん、うん、これダメなやつだと思って、うん、でもね、硬いしストローク短い中でちゃんとなんかこう感じれるっていうか、
なんか僕みたいなこうボンクラでも分かったんで、これはすごいなと思いましたよ。これはでもいいっすよ、うん、ただあの、うん、強いて言えばちょっと出過ぎです、パワーが僕的には扱いきれないのが、うん、M2 ってなんかこう全然踏み切れるんですけど、うん、まあ、もちろんその何ですか、車全部使いこなせてるかって言ったら別ですけど、うん、なんか床まで踏んでも全然なんともないですけど、うんうんうん、M4 ちょっと危ないなって感じしますね。そうかな、まあ、それが楽しかったりしますけど、ね、いや楽しいよ、うん、やっぱり、うん、でもあれだよね、あのこうメーカーの技術の方とか開発してる人たちとかのこうね努力があって電子デバイスが良くなって、で電子デバイス自体もあのスイッチによって多少遠慮気味に効くものだったりバッチリ効いたりとか、いろいろ同じ車なのにちょっと乗り味を変えられるっていうのがね最近は主流になってきて、そのせいか安全に踏み込んでいけたりとか、確かに知らず知らずのうちにこう恩恵受けてたりしますからね。そうですね、あとモード切り替えが本当にガラッと変わるんですよね、うん、本当そうです、そういうのが出始めの時って何が変わってんのっていう感じでした、うんうん、確かに。でも最近のは本当ガラッと変わるんで面白いですね。これなんすかね、本当に四輪のこの感じが伝わってくるんですよね。わかりやすいよね。わかりやすいです、うん、この個体は足がこうカーベのバージョン3入ってるんですけど、一般の下道だとやっぱり突き上げ感あるけど、ちょっと硬めのセッティングっすね。そうなんだけど、こうやって乗るとやっぱりこう、そうっすね、だいたい高速でちょうどいいぐらいに合わせた気がします、ね、うん、ちゃんとこうしっかり効いてるなみたいな感じがします。もうちょっと柔らかい方にセッティング詰めてあげれば街中でもいいのかなっていう感じしますね。すぐできますしね。そう。ダイヤル一つで。そうだね。ちょっとモード、これスポーツプラスにしてみていい？どうぞ。スポーツプラスあれですよね。はい、あれトラクションコントロールを送られるんじゃなかったでしたっけ？うん。オフにもすればできます。あれこれオフにはなってないんでしたっけ？今はなってないですね。走らせてくれって感じなんですよ、うん、はい、なんかパワーがありすぎて怖くてアクセル踏めない車ってそれはそれで楽しいんですけど、なんかまた違った意味でストレスがあったりするじゃないですか。ガツンと踏んで、ああ踏みすぎちゃったら危ねえかなっていう、どこまでも伸びていく感じなんですよ。 M4、M3 ってこうギリまだ大丈夫なところにいるんで、路面がウェットじゃなければなんとなくまだギリギリかな、踏めるかなみたいな。どうしてスピード出した時にこのしっとり重いステアリングが効いてきますよね。効いてくるね、うん、めっちゃ直進安定性いいっすね、うん、あ、もう一回でしたっけこれ。そうです。あとは BMM モデル全般そうですけど箱感すげえんですよね、うん、そうなの。めっちゃ硬い箱に乗ってるっていう感じがなんかねしますよね。なんかね、あのそうなの。あのポルシェってなんとなくなんていうのかな、この腰下っていうかボディの下部分が硬い感じするんですよ。フレーム下は車足回り、足回りじゃなくてサスショックってことじゃなくて、なんですけど BM でなんかね上の部分が硬い気がするんですよね。あ、言いましたっけ、昔あの 46M3 乗った時びっくりしたっていう。なんで？いや初めてハイパフォーマンスっていうかそのスポーツモデルの欧州車乗ったのが僕 46M3 だったんですよ、うん、乗った時びっくりして、うん、で前の会社で乗ったんですけど、前の会社は国産スポーツカーを割と扱う仕事してたんですよ、うんうんうん、で結構まあ NSX とか GTR とか、うん、まあいろいろ乗せてもらったんですけど、うん、もう衝撃受けましたよね、なんだこれと思って、車の剛性感全然違うと思って、うん、日本のお車はちょっと緩い感じもあるからね。別に批判してるとかそういうんじゃなくて、そうそうそう、そういうことじゃなくて、僕やってた時は90年代は2000年前後ですね、うん、の、まあ、国産のスポーツカーとか結構、うん、サールショートしてた
で、あの作業で、はい、まあ、ガレージジャッキとかでこう上げる機械もいろいろあったんですよ、はい、国産車ってみんなドアが閉まらなくなっちゃうんですよ。そうなんですよ。ガレージジャッキで上げると、はい、ボディ歪んじゃって、はい、ドアのヒンジがずれちゃっても閉まらないんですよ。そうですね。あのだって絶賛されてる GTR ですら、はい、323334全部閉まらなかったですよ、はい、もうヒンジがずれちゃってガチャとかって当たっちゃうんですよ、はい、でインプレッサでも確か閉まらなくなっちゃうんです。あ、インプなんかもうゴリゴリにだってラリーとか使われてるじゃないですか。あ、そうですね。けどやっぱりベースはやっぱり、うん、何も補強してないと、はい、やばいんで、そうですね、もうドアとか閉まらなくなっちゃうんですよ。そうです、ね、だ欧州車は全部閉まるんですよ。そう、全然普通の車でもなんともないですね。閉まりますよね、はい、だからその前のその片側ガレージジャッキとかで上げてもドア普通にバタンしますよ、うんうん、そうですね。そこで衝撃が来ましたよね。確かに私もその若い時にマツダのサマンナ RX7 FC3S の後期モデル乗ってたんですけど、まあ、閉まりいじるじゃないですか、マフラーいじるじゃないですか、で走り行くじゃないですか、帰ってくるとリアハッチ開かねえんですよ。あ、もうずれちゃってて全然開かないんですよ。でもこう誰かに開けるレバーをやっててもらって、リアシートの方から内側からボーンってやってやっと開くみたいなそういう経験はしてます。昔ありましたもんね、なんかその某スポーツカー雑誌で、うん、サーキット走ったら車がどんだけ歪むかみたいな計測して、へえ、180だっけな、はい、確かそのリアの開口部特に開くからドリフトとかするとすげえ歪んじゃうんですよ、はい、そうですね。それ採寸してどんだけ歪むとかもやってましたもん。あ、僕180も乗ってたんで分かりますけど、180もダメでしたねやっぱり、うん、確かに。だその辺のアプローチの仕方も全然違うなっていう、まあ、それもう20年前の話なんで今ちょっとどうか分かんないですし、うんうん、あとはじゃあそのガレージジャッキで上げたその状態が走りにどんだけ影響するのかっていうのは僕はプロじゃないんでそれは分かんないですけど、そうですね、うん、はい、ただ当時それを見て衝撃を受けたという、うんうんうん、でまたいろいろこうダウンサイジングとかハイブリッド化が進む中、うん、一応現行 M4、M3 が、うん、あの状態で出てきたのは非常に嬉しく思います。嬉しいよね、うん、最後になっちゃうのかな今の新型が。どうですかね、ただ夏はちょっとレザー蒸れますね、うん、蒸れる、そこぐらいかな、うん、ベンチレーションついてるとだいぶいいんだけどねそれを言い出すとどんどん高級車になってっちゃうというそうだね、はい、いやでもこのジート相当ホールドいいっすよ。いや全然いいよこのね、はい、スノー M4 って言ったら変な言い方ですけど、はい、これコンペティションだからシート違うじゃないですか、はい、でも普通の M4 と M3、ね、うん、そう、はい、M4、M3 だってすごいいいですからね、シート。この僕の脂肪を、はい、脇腹の贅肉を、うん、優しくそっとホールドしてくれます。キュッと、表現すればいいんだろう、これどうすれば伝わりますかね、この。でもさ、こうこの吸気の音だったりとか、まあ、マフラークラブだけど、はい、その元々もちょっとこうメーカーとしてもね、音をこう出すためにいろんなことをしてますけど、ちゃんとこう速度とパワー感と音がこういいじゃないですか、合ってるというんですか、音が先行ってる感じの車じゃないから。そうなんです。そういうところがすごくいいですよね、うん、好感が持てるというか、こうもっと乗りてえよ、もっと乗りてえよみたいな、まあ、あとその今ついてる足がいいのもあるんですけど、ちゃんと車のこれが分かるんですよね、うん、分かる分かる、分かりますよね、うん、分かる、動きがね、そうっす、うん、踏んでってこう荷重が後ろに行って、うん、っていうのが、そうで、フル加速でもなんかフロントのこう接地感抜ける感じしないし、そう、欲しいな、欲しいな、買いますか。いや買いたいです買っていいですか。はい、どうぞ。そろそろ、はい、ありがとうございます。本気で M3 が欲しいです
白いもん。面白いです、うん、じゃあ買っちゃおうか。でも石川さん M4 っていうのを一回言ったのはちょっと分かります。はい、自分でね、自分の所有で乗ろうかなってやっぱりいつも思いますよ。でもタイミングさえ合えば本当は欲しいんですけどね。いやー、最高の試乗でしたから。うん、 M2 はもうちょっと気持ち、そのホイールベースが短いのでちょっとクイックさが出たりね。そうですね、そう。でもだからって言ってそのホイールベースが短くてトレッドが広いからってスピンしやすいかって言ったら BM ってやっぱりそうじゃなくて、メーカーとしてどんな時も弱アンダーに振っていくっていうセッティングを信条にしてるので、安心して踏んでいけたりとかっていう旋回性能で、車がどちらかることないですよね。旋回性能を上げてったからって、それが BMW のこう一貫した車作りなのかなと思います。M2 も本当楽しかったんですよ、ね、楽しいですよね、M2 ね。それもアクラップ入ってて、あ、いいですね。カーブでバージョン3で、はい、はい、あ、じゃこれと仕様似てますね。似てますね、はい、定番といえば定番だし間違いないですから、ね、そうですね、うん、もう余裕のパワー、うん、いやー、ちょっとでも M2 と M4 迷いますね。迷うね。迷います、僕は。自分一人で、一人でって言い方欲しいですけど、その家族とかいろんな環境を関係なく徹底的に楽しむだけだったら M2 ありかなって。ちょっとリアシートも使う時あるかなっていう前提であればやっぱり M4 クーペ、 M3 セダン、この辺も。あと僕的にはこうちょっとギリギリ扱いきれるとこからこう出ちゃってるこう、うん、M4 と、うん、いやこれいけんじゃねっていう M2 と。そう、はあ、M4 扱いきれない感じする。いやー、ちょっとでも扱いきれない感じがします。でもこう車と相談して走って慣れてくるとなんとなく、あ、そうかもしれないですね。 それはかもしれないです、うん、この一瞬の試乗だけじゃなく、うん、確かに、はい、M2 はもう全然踏めましたよ、うん、どう、はあ、うん、まあ、早く走らせるとか、うん、車の能力は 100% 引き出すっていうのは全然別の話だと思うんですけど、はい、加速感がもう何ですか、自分の想定してたところを超えなかったっす、うん、M2 は、うん、まあでも M2 十分速いかんね。速いですね、うん、はいはい、でやっぱりリアから見た時のあのリア、あのフェンダーのブリッとしたところも最高じゃないですか。どうかしてますよね。ね、斜め後ろから見ると、こんな張ってんのフェンダーみたいな感じするんで、あれは強烈だな、インパクト。だって全長とかなんか全体的な雰囲気は46、うん、あ、違う違う、36時代の、うん、車台に近いのに、はい、幅がバグってますからね。縦横比がおかしいですよね。本当だよね。はい、いいっすよ。でもね、あんなさ幅と長さ縦横比で考えたら普通だったらくるくる回っちゃいそうな感じなんだけど、やっぱりその前に出ていた、1M クーペとか、あの正規輸入されなかったですけど並行車でマニュアルで僕何回か乗らせていただいたチャンス、そうなんですか、はい、あったんですけど、安定してますし、いやこれ本当 BM ってすごいなってそういうところは思いますね、うん、もうプリウスと大して変わらないホイールベースなのに、うん、はい、カットンできるという。そうだよね、普通怖いじゃないですかホイールベースが短いと。いやー、最高な試乗でした。最高でした、はい、ありがとうございます、うん、いやー、いい音してますね、はい、パン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 。Thank you.